はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はですね、久しぶりに機材の紹介をしたいと思いますね。はい、こちらでございます。単なるね、四角い箱に見えますけれども、こちらですね、フォトラと言われる商品撮影用の、ライトなんですね。この部分をですね、こうやって上に上げるとライトが出てくる。まあ、これね、今ディフューザーがついてるんですけれども、白いね、ディフューザーがついてて、なんかわかんないかもしれないですけど、ちょっと電源入れてみましょうか。はい、こんな感じ。うわ、明るいね、明るい。私いつも動画撮影してる時はこのライトですね、この4のデジタルのライトを使ってるんですけれども、物撮りなんかをしたい時はですね、これじゃあちょっとね、明るすぎるんですよね。なので商品撮影用のですね、ミニ撮影キットといいますか、そういうものを購入しましたね。そして今回購入したのはこのフォトラのですね、商品撮影セットというものですね。このフォトラがここに一つと、もう一つここにあります。あとですね、背景紙、それと背景紙を留めるクリップ、あとこの裏側にあるですね、三角形の、段ボールがあります。こんな感じでここで商品を撮影するわけですね。フォトラのいいところはですね、今ついてる白いディフューザー以外に、こういうね、黒いディフューザーもついてますね。商品がね、明るくなりすぎちゃった時に、まあ、光を抑える効果がありますね。あとですね、背景紙があらかじめいっぱいついております。今出してみましょうか。ここに出てるのは、まあ、灰色から白へのグラデーションの背景紙なんですけれども、他にもですね、こういった桜色、これいいよね、桜色ね。あとはなんかこういう英字新聞的な茶色い背景紙、あとはよく見かけますね、商品のバッグにあるこのブルーのグラデーション、あと真っ黒い紙ですね。以上の5枚が入っています。で、これ反対側にすると真っ白になるからね。だからまあ6種類の背景色が楽しめるわけですね。じゃあせっかくなんで、これでですね、ちょっと商品をね、撮影してみたいと思います。はい、今ですね、フォトラをつけずに背景紙だけで撮影してるんですけれども、これでもう OK だね。今ちょっとね、R2D2 を置いてるんですけれども、これでもいいんじゃないの結構これでもかなり絵になってますけれども、あ、いいね、すごくいいと思います。ちょっと他の、例えばカイロレン置いてみましょうか。カイロレン置くとなんかちょっと暗いかな。じゃあちょっとつけてみましょうか。おお、なるほど、なるほどね。でもこれだとやっぱ明るすぎますね。ちょっと絞ってみようかな。はい、F3.5 まで絞ってみました。 ISO 感度100ですね。シャッタースピード50分の1、これでこんな感じになりますね。すごくかっこいいんじゃないの。はい、ホワイトバランスをですね、日陰にしてみました。こっちの方が色合い的にいいかな。はい、F4 まで絞ってみました。いいね、すごくいいと思いますね。はい、ちょっと他にも置いてみようか。キャプテンファズも置いてみましょうか。うわ、やばい、超かっこいい。いいじゃないですか。ちなみにフォトラはですね、先ほど開いた蓋をですね、ちょっと調整して、日の当たり方を変えることができます。今ちょっと蓋映ってたけどね、これちょっと後ろ下げれば、あ、ね、ファズマの顔に当たってたこの光をちょっと抑えることができますよね。はい、仮面ライダーゴーストの武蔵魂と仮面ライダースペクターを置いてみました。やっぱこの辺りのテカリ具合がすごいんじゃないですか、これね。いやー、物撮り合ってますね、やっぱね。こういうフィギュアとかがすごくいい気がする。はい、ということでこちらスターウォーズのチョコエッグと回転台ですね。すごくいい感じに映ってんじゃないでしょうか。ちなみにこれは F5 ですね。はい、 F5 の ISO 感度100のシャッタースピード50分の1で撮影しております。雰囲気はね、やっぱ背景紙があると全然違いますね。やっぱこういう物撮りにはすごくいい気がする。はい、最後にカイロレンのマスクを置いてみました。やばい、かっこいい、超かっこいいはい、ということで今回ですね、久しぶりにちょっとね、撮影機材の紹介をしてみました。フォトラというですね、簡易撮影用のセットでございます。
ということでですね、もし今日の動画がですね良かったなとかためになったなって方はぜひ高評価ボタンをお願いしますね。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。あとコメントもいただけると大変嬉しいですね。今日はねもう夜遅いのでエシン君は寝ちゃってますけれども、たまにはねお父ちゃんだけの動画も許してください。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。